はい、どうも三平です。今回はトレーニングのフォームを修正改善で、さらにクオリティを高めるためにおすすめのトレーニング方法を紹介します。でこれはどの種目でも適用していただけますけど、今回は懸垂とディップス、これを例に解説していこうと思います。例えば懸垂で肩がどうしても上がってしまうとか、右肩だけ上がってしまう、あと体幹がこうねじれてね、どう見ても左右非対称な懸垂になったりとか、あと右の広背筋には刺激を感じるけど左にはあまり何も感じないとか、こういうね症状がある方はぜひご覧になってください。ぜひ取り入れてみてください。では、懸垂からいきましょうか。懸垂でこういう症状がある場合、僕はこういう風なトレーニングアプローチを取り入れています。まず懸垂をね3つに分解します。肩甲骨の下勢っていうのはキープしたまま、肘を伸ばしきってぶら下がった状態、これをボトムポジションで、肘が約90度曲がってバーの下に頭がある状態、これをミッドポジション、ミドルポジション、どっちでもいいです。で今度は引き切って顎がバーを超えた状態、これをトップポジション。こういう風に3つに分けて、それぞれのポジションで体をまずねうまく使えるようにトレーニングしていきます。なぜか懸垂って、一連の動作ですけど、人によって得意不得意なこういう箇所っていうのがあります。例えば腕を伸ばしきったここボトムポジションからミッド、ここまでの動き、こんだけの可動域でやることは得意だけど、ミッドからさらに上げようと思うと体がうまく使えずに肩上がったりとか体幹ねじれたりとかする人がいます。この逆もあります。ミッドからトップは安定してできるのに、ボトムから引き上げようと思うと体うまく使えず、もう肩上がったりとかねするという方がいます。で、はい、いますんで、しっかりフルレンジの懸垂で綺麗なフォームを身につけるためには、今言ったポジション、どこの可動域であっても体をうまく使ってしっかり筋力を発揮できる能力を身につけていかないといけないということです。どの箇所でも弱点があってはいけないということです。はい、なんとなく伝わりましたかね。はい、ではまずファーストステップとして、僕は今言った3つのポジションで、まずはねアイソメトリックホールド、静止、こうただただ耐えるだけなんですけど、こういうのをまずはやってみてほしいです。しっかりフォーム固めて、理想のフォーム、ご自身が目指してある理想のフォームでをまず作って静止する。これで本来使いたい、そのポジションで使いたい筋肉にもしっかり刺激を与えて強化していくということにつながるので、まずはここから始めていきましょう。はい、じゃあまずねトップポジションの静止からやっていきます。で今回は椅子を使います。もうぜひ椅子使ってください。で椅子使ってしっかり理想とされるフォームをまずね作ってください。肩下げて肘の角度とか全てチェックして、若干胸張るなら胸張る、腰若干反るんであればそういうポジションをしっかり作って、よいしょ、椅子から足を離してください。これで10秒間耐える。 OK。 でおそらく最初慣れてないと、いくら最初フォームをきれいに作ったといえ、こう肩がこう上がってきたりとか、ここに負けてきたりするかなと思います。最初はとにかくそれに抵抗して最初作ったフォームをキープしてください。キープキープ、 OK ですか？ OK。 じゃあこれができたら、できたらというか並行して一緒にやってください。今度はミッドポジション、ミッドポジションも同じ、トップと同じで理想のフォーム作って、フォーム固めたら椅子から足離して10秒間静止。 OK。 これの繰り返しで、ボトムも同じ、ボトムも肩甲骨下旋させたまま肘伸ばしきって椅子から足離して10秒間静止。 OK。 こういうことをね、各ポジションで、おそらく苦手なポジションがあると思うんで、そこをね、苦手なポジションを見つけられたら、そこを
重点的に強化してやるっていうのもいいやり方です。はい、じゃあこれできましたら次いきましょう。 OK、 次はミッドからトップ、ミッドからトップ、この可動域だ、可動域だけで懸垂をしてみましょう。まあ3回から5回とかで十分だと思います。あまり疲れないようなレップ数にセットして、やってみてください。フォーム固めて、じゃあミッドからトップ、トップ3、4、5、 OK、 こういう感じ。じゃあ今度逆にというかボトムからミッドいきましょう。フォームしっかり作ってボトムからミッド1、2、3、4、5、こういう感じ。こういうことも取り入れてやってみてください。 OK、 じゃこういうのがうまくいけるようになったら今度はトップからネガティブで下ろしていく練習をしていきましょう。よいしょ、しっかりフォーム固めてゆっくり下ろしていきます。ボトムについてもボトムにつく頃に肩甲骨の下勢が抜けないように、悪い例っていうのはこういう風に肩甲骨の下勢が抜けていってしまう、こういうことが起きないようにしっかり肩落として、ネガティブやるときはやってみてください。 OK、 じゃあそれもできたら今度はテンポプルアップっていうやり方をやっていきます。1秒かけて上げて、まあ、1秒まあ普通にスッと上げて3秒かけて下ろすというやり方です。一度やってみます。1、2、3、2、2、3、3、2、3、こういう感じです。これもあんま疲れないような、レップ数にセットしてやってみてください。 OK、 これもうまくできるようになっていったら今度逆もやってみましょう。3秒かけてあげてスッと下ろす、3秒かけてあげてスッと下ろす、1、2、3、2、2、3、3、2、3、こういう感じです。はい、以上です。今言ったようなね、今紹介したようなやつをいろいろ組み合わせてアレンジしてやってみてください。はい、まあ、もう最後紹介したテンポプルアップとかそういうのがうまくできる頃にはかなり綺麗なフォームになってきてるんじゃないかなとも思います。はい、じゃあ次ディップスいきましょう。はい、じゃあディップスです。でもやる理由もやる方法もさっきと全く一緒です。ディップスに適用した場合はこういう風になるよっていう一例として、お見せしておきます。じゃあまず懸垂のトップっていうのはディップスでいうボトムになります。なので足ついたままフォームを固めて、ここで足を離して10秒静止。OK。じゃあ今度ミドルポジションっていうのはディップスで言うと、まあ大体これぐらいの角度になるかなと思います。これで静止。懸垂のボトムはディップスのトップポジション。ここですね。肩がこういう風に上がらないようにしっかり押し込んで耐えると。OK。それぞれ10秒ずつ。で今度懸垂でいうミッドトゥトップ、この可動域の懸垂はディップスでいうボトムからミッドの可動域です。なのでボトムからこういう感じで、さ OK ですかね。で今度ミッドからトップ、こういう感じです。じゃあネガティブもいきましょうか。
じゃあ今度テンポディップス、まず3秒かけて下ろしてスッと上げる。1、2、3、2、2、3、3、2、3。じゃあその逆もいきましょう。スッと下ろして3秒かけてあげる。1、2、3、2、2、3、3、2、3。よし、こういう感じです。はい、一例としてお見せしました。なので他にも、プッシュアップでもいいし、例えばハンドスタンドプッシュアップを習得したくて綺麗なフォームを目指してあるんであれば同じように適用できるかなと思います。いろいろ工夫してやってみてください。はい、では、最後までありがとうございました。